選手調整新潜在数チェックやっていきましょう。はい、どうもです、こんばんは、サンターナ、翼、シュナイダー、そしてエリック、そしてケビン、この辺が来ておりますのでやっていきたいなと思います。一気に5キャラいきたいと思います。それではサンターナから見ていきましょう。特技は渾身の一撃の A、 スタミナが多いほど必殺技力がアップする最大 30%、まあ、ここは変わらずって感じですかね。この辺に絆がついてきたというところでしょうか。まずチムスキー、超団結、力海外&5人以上の 22%、 そして絆、力属性が3人以上いると全員のパラメータープラス 4% なので、まあ一応選択肢に入るレベルかなというふうには思います。そしてコンビネーション、翼、翼が同じチームにいるとパラメータープラス 10%、 封印無効化、自分にかかる必殺技封印を1つまで無効化する。スタミナ消費量減少マイナス 15%、まあ、非常に渾身とも相性いいですね。急角度シューターゴールに対して深い角度から打っても威力が落ちにくいというところです。オフェンス 10%、 チムスキー69、バフ45で見ていきましょう。スタミナが1151、ブロック以外4凸で見ていきます。数値としてはこのような感じになっております。まあ、基本的にはコンビネーション乗っけた運用かなと思うので、まあ、こちらだけ見ておきますけど、ドリブルが 34,800、 シュート 36,600、 パスが 34,500、 タックル 33,800、 パスカットが 29,900 と、まあ、こんな感じのステータスが表示されるかなと思います。まあ、ただ、低いかなと思った方いるかと思うんですけど、ここに 30% 乗るので、結構高いです。コンビネーション 10%、 渾身 30% 乗った場合、ドリブルは 45,000 相当、シュート 47,700 相当、そしてパスに関しては 44,800、 タックルも 44,000、 パスカットも 38,900 という感じになっております。なので初段においては非常にステータス高いです。技威力入れてみましょう。まずサンターナターン440威力、初段であれば19万9000という数字が出てますね。なので読み勝てば抜くという感じです。シュート545威力、まあフルメタルファントムを積めるかどうかでも結構変わってくるかなと思うんですけども、フルメタル積むことができればコンビネーション、そして初段においては25万9900ということで、これすごい高い数字ですね。ナトゥレーザー、力属性ナトゥレーザーも超えてますし、なんなら超フェスのピエールの数字も超えております。なので、まあ、ピエールとかもちろんペナルティエリアシューターとか、非常にマッチアップ勝利なんで何回も同じ値が出るっていうところはあると思うんですけど、フルメタル移植できれば初段で、まあ、この数字が出せるという感じになります。でもし最初からついているスカイウィングツインっていうところだと23万3000なので、まあ、ちょっと、まあ、今のキーパー貫ける数字は出ないのかなというところですかね。まあ、若島津とかだったらまあいけるのかなというぐらいになっちゃいます。飛空機475威力、積むこともできて得意の補正が乗るんですけど、フルメタの方が、まあ、全然上という感じですね。パス、例えば12475移植したというふうに考えると、初段であればなんと21万という数字が出るんで、相手によってはご利用しが効く数字になっております。まあ、なので運び屋として使ってもいいのかもしれないですね。タックル193,000、そしてパスカットは167,000と、パスカット側が若干ですけども気持ち足りないかなという感じですね。読み価値ありの補正入れて20万超えないというところです。相手によっては抜かれてしまうかもしれないですね。タックルはいけそうな数字が出ております。うん、まあでも非常にシュートは強いですね。初段であれば大抵の、まあ、キーパーは貫く可能性あるのかなというところです。まあ後でシューターとキーパーの比較もやっていきます。まずは歴代のサンターナと比較してみましょう。ドリブル見ていきます。ドリコレのカジバが乗った時、また海外キラーとか乗った時、この辺の方が高いみたいですね。コンビネーションと渾身初段というところでは超えれないという感じになってます。まあ、ただ渾身とカジバっていう違いがあるので、最初からこの数字っていうのは、まあ、結構強いのかなという感じですね。シュート見ていきましょう。シュートに関してはまあ一応若干ですけども、ドリコレの方が上っていう形にはなっております。まあ、ただ渾身っていうのは技威力が上がるものになりますので、まあ、この辺はバフの状況がですね、バフが高くなればなるほど渾身の影響は大きくなるというところです。まあ、後でシューターの比較のところで見ていきましょう。パス見ていきます。パスに関しては一番高くなってますね。はい、歴代サンターンの中でパスが一番できるキャラというところです。タックル、パスカット、タックルに関しては非常に高くなってます。パスカット見ておきましょう。パスカットに関してはカジバが乗った時のドリコレで、その次に来ているというところですね。
まあ、商談で言えば非常に高いのかなと思います。まあ、この超フェスとかっていうところと比較していくと、シュートも超えてますし、ドリブルパスっていうところも超えてて、タックルパスカットも超えてるということなんで、まあ、全てにおいて超フェスは超えてきたという感じですかね。続きまして翼くん見ていきましょう。特技は渾身の一撃の A、 スタミナが多いほど必殺打力がアップする最大 30%。 まあ、ちなみにサンターナ、翼、シュナイダーっていうのをまとめて、あのシューターとキーパーの、まあ、一覧の比較で、シュートどれぐらいなのかっていうのは見ていこうと思ってます。はい、続きまして翼くん、チムスキー、超団結、技、日本の5人以上の 22%、絆、技属性が3人以上いると全員のパラメータプラス 4%、まあ、なので選択肢には入りそうと。コンビネーションサンターナ、サンターナが同じチームにいるとパラメータプラス 10%、 全力ゲージアップ、マッチアップで勝利すると全力ゲージプラス 10%、 これ意外と嬉しいんですよね。スタミナ消費量減少、必殺技使用時のスタミナ消費量マイナス 15%、 渾身と相性も良いと。そして必殺技封印、マッチアップ相手のパスカット必殺技1つ封印と、で発動率 60% と、まあ、結構いいですね。オフェンス 10%、 チムスキ69、バフ45で見ていきましょう。スタミナが1159、ブロック以外4突で見ていきます。まあ、サンタナ君結構やっぱりシュート強かったですけど、翼君はどうなのかというところで見ていきましょう。まあ、基本はコンビネーション乗った前提で見ていきます。ドリブル 32,900、 シュート 37,000、 パスが 34,000、 タックル 29,700、 パスカット 31,000、 まあ、表示されるステータスはねっていう感じなんですけど、ここに渾身が 30% 乗りますので、補正の値としましてはドリブルは 42,800、 シュート 48,000、 パスに関しては 44,000、 タックルは 38,600、 パスカットは 40,000 ということなんで、まあ、非常に初段に関してはあのステータス高いのかなという感じです。ここに技威力反映してみたんですけども、翼くんはつけることができる技の威力が非常に高いというのが特徴ですね。まずドリブル475威力、なので、まあ、20万を超える数値っていうのが初段に関しては出てきます。読み勝てば抜けるし、ワンチャンそのまま抜いていくこともできそうだなというような数字です。そしてシュート、まあ、カタルーニャですかね、まあ、とりあえず現状最大カタルーニャつけた場合は25万8000ということで、まあ、非常にこれも高い数字が、まあ、出ております。力属性のナットレーザーも超えてますし、まあ、PL に近い数字ですね。ヒューガ君の最大値よりはちょっと低いという感じになっております。まあ、これに関しても、まあ、サリナスであったりとかミューラーに関しても、まあ、ちょっと属性有利が乗ったところで比べないと分かんないですが、まあ、若干いい勝負できるんじゃないかなというような数字にはなっております。パスに関しては475のワンツーですね。21万という数字が出てます。ご利用し効きそうな数字ですね。パスカット封印と合わせて非常に運用もしやすいかもしれないです。タックル455、175,000、そしてパスカットも475で19万ということで、まあ、読み勝てば取れそうな数字が出ております。初段においては非常に全体的なステータス高そうだなという感じです。歴代の翼くんと比較しましょう。まずドリブル値見ていきます。 PA 内 30% 乗った時の翼くん 15,000、 その次に読み勝ち、そして超フェスの火事場全開、その次に来てますね。一応 15,000 っていう数字が出てますので、まあ、しっかり読み勝てば抜けるレベルで、まあ、渾身 30% と、まあ、技威力も高いということで、優秀は優秀なのかなというところですね。シュート見ていきましょう。シュートに関してはなんとやはり一番高いという数字が出ております。まあ、おそらく渾身っていうのでバフの影響を非常に受けますから、この辺の PA 内 30% の翼とかと比べても大きく上に来てるというふうに捉えていただいて問題ないかなと思います。パス見ていきましょう。パスに関しては PA 内、そして火事場全開、読み勝ちで全力全開が来ましたね。でその次に来ているという感じです。まあ、全力の翼とかと比べると普通に上回ってくるかなと思います。まあ、読み勝ち、まあ、この辺と同じぐらいか、まあ、それよりちょっと上かなっていうところになるかなと思います。技威力合算でいうと、はい、なので非常に強いかなというところです。タックルパスカットを見ていきましょう。タックル値一番高いのは超フェス、そして次にペナルティエリア 30% で、その次に来てますね。まあ、14,000 台なので、まあ、技威力でまあなんとかしてるっていう感じかなと思います。まあ、ただ歴代翼の中でも、まあ、上位に来てますよね。はい、非常に強力かなと思います。
パスカット、パスカットは4周年で超フェスで PNI でその次という感じですね。まあ本当に最新の翼くんとか、まあ、この辺と遜色ないレベルまで、まあ、引き上げてもらったのかなというところです。でシュートだけこうちょっとめちゃくちゃ高いみたいなね感じになってるので、まあ、初段においては非常に優秀なのかなというところです。シューターの比較に関しては最後シュナイダーも見てからやっていきたいなと思います。それではシュナイダーくん見ていきましょう。特技はコンビネーション翼の S、 大空翼が同じチームにいるとパラメータープラス 20%、 チム好きは超団結、力海外の5人以上の 22%、 まあ、力属性の選手2人来ましたね。そして絆、力属性が3人以上いると全員のパラメータープラス 2.5%、 力属性が3人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3% ということでデバフで 5.5 なので、まあ、最近で言えばちょっと低めかなっていうところなんですけど、まあまあっていうところかなと思います。まあ、絆でいう 4% みたいなラインかなというところです。読み勝ちマスターマッチアップで読み勝つとパラメータープラス 30% なので合計50上がるってことですね。でさらに翼のバフがあるということで翼のパラメータープラス 3% と、これはいいですね。必殺技封印、マッチアップ相手の必殺技を1つ封印、発動率 60% と、必殺技封印も優秀です。オフェンス 10%、 チームスキ69、バフ45で見ていきましょう。スタミナが1144、ブロック以外4突で見ていきます。まあ、基本的にはコンビネーションで運用するというところでコンビネーション以上のところを見ていこうかなと思います。コンビネーション 20% だけだった場合にドリブルが 35,000、 シュート 44,800、パスが 34,700、タックル 31,000、 パスカット 30,000 と、で、まあ、ここに読み勝ちがさらに 30% 乗ってきますので数値としては 41,700、 シュート 53,000、 パスは 41,000、 タックル 36,900、 パスカット 35,800 という感じです。まあ、守備に関してもフォワードに置く分にはですね、できる方なのかなというような数字が出ております。なので、まあ、相手によって読み勝てば、取れなくもないのかなというところですね。ドリブルパスともに4万超えということで、まあ、読み勝ったら抜けそうな数字が出ております。まあ、ただ一番強いのは結局シュートっていうことで、まあ、シュートの威力どのぐらいなのかというのを見ておくと、まあ、読み勝ちの、まあ、そのステータスっていうのはキーパーに届く値ではないので、まあ、この 44,800 っていうのが、まあ、届くんですけど、まあ、もし仮に反動シューファイヤーですね、こちら積んだというふうに仮定すれば 244,000 という数字が出てきます。先ほどの翼くんとかサンタナよりはちょっと落ちるんですけど、コンビネーション 20% でいつでもこの値が出るっていうことを考えると普通に高い方かなという感じです。今日出た風見くんとか古川くんの数字を超えているという感じになっております。まあ、ただ反動臭を移植するっていうことが必要なので、まあ、この辺のハードルはちょっとあるのかなというところです。まあ、一撃のファイヤーショットとか、まあ、そういうのだと、まあ、22万ということで、まあ、全然下がっちゃうという感じになります。ドリブルとかパスに関しても、まあ、18万19万っていう数字が出てて読み勝ちありっていう補正を乗っけてあげれば20万を超える数字が出ております。まあ、なので、まあ、ここも十分抜いてこれるのかなという感じですね。なので読み勝てば、まあ、抜けそうなキャラクターというところです。で封印を生かしてですね運び屋っていう風に使ってもいいですし、まあ、ワンチャンシュートも反動シューであれば入る可能性はあるのかなというところです。歴代のシュナイダーと比較してみましょう。まずドリブル見ていきます。コンビネーションプラス読み勝ち両方乗ってくるとフェス超えてますね。非常に高いかなと思います。シュート見ていきましょう。読み勝ちはキーパーに届く値ではないと。でブロックキラーも除いていくと、まあ、一応フェス超えの数値出てますね。なので、まあ、この辺は後のシューターの比較で見ていくんですけど、力属性のシュナイダーということで反動シューさえ詰めれば、フェスの火事場全開乗った時のシュートっていうのがいつでも出るという感じになっております。続きましてパス見ていきましょう。パスに関してもブロックキラー除いていくと読み勝ちで一番上に来ていると。でフェスも超えてますね。なので非常に優秀。まあ、ペナルティエリアシューターがまあ非常に使いやすすぎるっていうところがあるので、まあ、シューターとして置いた時に、まあ、その辺の運用がどうなのかというところですね。まあ、ただワンツーとか、まあ、ドリブルっていうところでしっかり読み勝ったら抜けるので封印化して前に進みやすいキャラクターではあるかなと思います。タックルパスカットを見ていきましょう。タックル一番強いのはフェスの火事場全開というところですね。まあ、ただそことほぼ同じ数字がですね読み勝ちとコンビネーションで出てるんで、
読み勝ちとかコンビネーションはもういつでもその数字が、まあ、しっかり読み勝ちさえすれば出ますから、その辺、まあ、考えると、まあ、強いな、まあ、守備も結構やれるのかなという感じですね。でパスカットを見ておきましょう。パスカットは一応一番高いですね。フェスも超えてます。まああんまり変わらない数字ではありますけど、まあ、フェスのカジバが乗った時の数字っていうのが、まあ、いつでも出せるというところです。バフの性能っていうか、まあ、絆とかは違うので、まあ、デッキに合わせてっていうことになるんですけど、あのもし、まあ、超フェスのシュナイダーっていうのが、まあ、うまくデッキにはまらないとか、もしくは余ってるとかですかね、そういう方に関しては反動臭まで、まあ、移植して、まあでもちょっと他のキャラクターが必要になっちゃうんで、まあ、その辺、まあ、シューターというよりは運び屋のデバフ絆として使うっていう感じなんですかね。それではシューターキーパー比較やっていきたいと思います。まずは一番強かったサンターナ君から見ていきたいなというところです。259,900っていう数字、まあ、これがどのぐらいの数字なのかっていうと、なんとピエール君、こちらのピエール君の 259,500 っていう数字を、まあ、若干超えているという感じですね。なので初段だけピエールと、まあ、ピエールちょっと上の威力が出せるという感じです。なのでピエールが抜けるキーパーっていうのは、まあ、全部抜けるという感じになりますね。で、まあ、ピエール抜けるキーパーって誰だったかっていう話なんですけど、まあ、今回ワールドユース本戦の選手っていうことで、ミューラ君のライサンキラーが乗ってこないんですよね。そうするとミューラ君251,000と、まあ、いう数字が初段で出てくることになるんですけど、ミューラー初段から抜けますよという感じになってきます。で、まあ、続いてサンタナ君はフォワードの選手ということで、まあ、サリナスの OMF キラーが乗ってこないと。サリナス君フォワードキラーのみだった場合は239,000っていう数字なんですけど、サンタナ君力属性ということで、まあ、シューターの属性に力入れていって256,000という数字まで上がってきます。ただ、サンターナ初段であれば259,000ということで、これも抜けてしまうという感じですね。なので、サリナスも初段であれば抜けますよという数字です。若島津はまあ見るまでもないかなというところですかね。若島津は抜けますよという感じになっております。まあ、今回で言えば、まあ、サンターナ君、フルメタルファントムを積む前提ということになるので、まあ、止めるとするならレシャールということになるのかなと思います。レシャールはコンビネーション技キラーと地上シュートキラー両方乗ってくると260,000っていう数字が出るので、サンタナ君何回打ってもですね、入らないという感じになります。で、まあ一回打っちゃうと、渾身削れますので、まあ余計入りづらくなってきますよね。なので、まあレシャールは止めれるというところです。ミューラー君とサリナス君と若島津君はこのサンタナ初段は止めることが、まあ、できない可能性が高いという感じになります。続きまして翼くん見ていきましょう。翼くん258,000が初段で出てきます。まあ、この数字っていうのは、まあ、ピエールにももちろん近いですし、ナトゥレーザの256,000っていう、まあ、この数字を超えてきてるという感じになります。翼くんに関して言うと、まあ、技属性の選手ということなんで、ミューラくん、この251,000っていう初段の数字において属性有利が乗ってきます。属性有利が乗るとなんと261,000ということで、ミューラー君の初段は翼君だとちょっと抜けないという感じになってきます。続いて対サリナスっていうところなんですけど、サリナスは OMF キラーが乗って251,000なので、もうすでに翼君が258,000で超えてますね。属性有利の補正をかけてみるまでもなくですね、あの非常にサリナスは抜けるのかなというところです。ちなみに即属性のキーパーっていうところで見ていくと268,000というところまで数字が上がってきます。若島津に関してはフォワードキラーとシュートキラーが乗った時の若島津っていうので248,000っていう数字になってます。翼くん OMF っていうことも考えると若島津は初段であればしっかり抜けるという感じです。非常に、まあ、この辺の2人のシューター強かったなというところですね。それではシュナイダー君見ていきましょう。コンビネーション 20% 乗った場合で244,000、ハンドシューファイヤー積んだ場合という感じです。シュナイダーの超フェスと比べていくと、バフ 45% の条件であれば、カジバ全開乗った時のシュナイダー君の方が上という感じになっております。まあ、これはですね、まあ、バフの上がり具合がまあ、コンビネーション 20% っていうことで割合が大きいので、まあ、バフが増えれば増えるほどそこの影響っていうのが、まあ、ちっちゃくなっていくからっていう感じですかね。まあ、合算値っていう意味で見ると、まあ、超フェスの方がまだシュートは上だったという感じです。まあ、ただ3000ぐらいしか差がないですので、まあ、超フェスのカジバ全開の数値っていうのが、まあ、コンビネーションなんでいつでも出せるっていうことは、まあ、それなりに強いのかなというふうには思います。
まあ、近しいところで言うとマッチアップ勝利乗っけた時の三崎くんとか、まあ、この辺と同じぐらいの、あのシュートの威力が出ているというところです。イバの属性に混ざって入れてあげると25万5000という数字が出てきます。この数字に関してはシュートキラープラスフォワードキラー両方乗った時の若島津くん24万8000という数字は超えてきているという感じです。まあ、なので若島津は抜けますよというところですね。ミューラーの初段には届かない数字になってまして、でサリナスくんのフォワードキラーだけ乗った場合の数字っていうのも、属性有利が相手に乗ってしまうことを考えると、超えてこれない数字という感じです。まあ、なので、まあ、このシュナイダーにおいては若島津は抜けるキャラというところですかね。続きまして、シュミット兄弟見ていきましょう。まずケビン・シュミット、特技読み勝ちマスターの S マッチアップで読み勝つとパラメータープラス 55%、まあ、ちょっと上がった感じですかね。チムスキ超団結即海外の5人以上の 22%、絆即属性が3人以上いると全員のパラメータープラス 4%、ドイツ選手のパラメータープラス 1% という感じになってます。なので、まあ、ドイツっていう話で言うと 5% なんですかね。なので、バフ盛りドイツにしたいんだったら、こっちの、まあ、ケビン君っていうのもありなのかもしれないですね。スタミナキラー 15%、必殺技封印で、浮き玉以外のシュート必殺技を1つ封印。まあ、シュート封印、これ結構意外と使えるかなとは思うんですけどね。根性がついています。根性ついてるのいいですね。フィジカル 10%、チムスキ69、バフ45で見ていきましょう。スタミナが1131、シュート以外4突で見ていきましょう。なんかタックルの値だけちょっと尖ってそうな感じですけども、数値としてはこのような感じになっております。まず表示されるステータス、タックル3万2000、ブロック2万5000、パスカット2万7000。めちゃくちゃ低く見えるんですけど、ここに 55% 乗ってきますので、タックルが4万5000、ブロック3万5000、パスカット3万8000というところですね。まあタックルで読み勝つ分には取れるのかなという数字が出ております。ブロックは無理そうですね。まあシュート封印するからっていうのはあるかもしれないですけど、でパスカットは3万8000なんで、まあ相手によってはそのまま行かれそうな感じもしますね。読み勝ちありの補正乗っけて、まあ、20万は超えてきてるというところになってます。まあ、大抵は、まあ、どっちでも読み勝てば取るし、タックルはよっぽど取るっていう感じだと思うんですけど、パスの強いリバウルとか、まあ、そういうところは読み勝っても取れないっていう感じになるかなと思います。まあ、リバウルは22万とか23万っていう数字が出てくるんで、そこに対してはちょっと届かないというところですね。まあ、あとはフィールドパスはよっぽど通されるような数字なのかなというふうに思います。歴代のケビンと比較してみましょう。まあ、あの周年の代表のケビンと比較してどうかというところかなと思います。シュートキラー、まあ、とりあえず覗いてみていくと、読み勝ち 55% 乗った時1万8000で、フォワードキラー乗った時で1万5000というところですね。タックルに関しては、まあ、大きく勝っているというところです。ブロック見ていきます。ブロックに関してはシュートキラーが一応高いと、でその次にフォワードキラーの周年のケビン君っていう感じになっております。パスカットにおいてはドリコレ、まあ、高いんですけどシュートキラーというところですね。まあ、こちらを除いて見ていくと、フォワードキラーのケビン君、その次に読み勝ちというところですね。まあ、数値としては、まあ、そこまでパスカットの数字変わんないんですけれども、まあ、ただあのサポートっていう機能があって、まあ、ダブルマッチにできるとか、まあ、その辺もろもろ考えるとですね、まあ、ステータスどっちがいいっていうのはちょっとコーツつけがたいところですかね。続きましてエリック見ていきましょう。特技は読み勝ちマスターの S マッチアップで読み勝つとパラメータープラス 55%、 チムスキは超団結技海外5人以上の 22%、 絆技属性が3人以上いると全員のパラメータープラス 4%、 パラメータアップドイツ選手のパラメータープラス 1%、なんで 5% ですね。スタミナキラー 15%、 必殺技封印、マッチアップ相手の浮き玉以外の必殺シュート必殺技を1つ封印、スタミナ消費量減少マイナス 15% という感じです。フィジカル 10%、 チムスキ69、バフ45で見ていきましょう。スタミナが1131、シュート以外4突で見ていきます。こちらはパスカットが尖ってそうな感じですね。数値としてはこのような感じです。タックル2万7000、ブロック2万5000、パスカット3万3000。まあ、表示数でだいぶ低いですけれども、読み勝ち55が乗ってくると、タックルが3万7900、ブロック3万5000、パスカット4万5000という感じです。まあ、ケビン君の逆っていう感じですかね。技威力入れていきますと、まあ、タックル値、まあ、440威力が加味すると16万6000と、まあ、読み勝ちありまで含めていって、まあ、20万若干超えるというところですね。
なのでまあ読み勝ったら、まあ、大抵は取るかなというふうには思うんですけれども、まあドリブルの強い相手とかだとちょっと厳しい時もあるのかもしれないという感じですね。パスカット側は読み勝てばよっぽど取るかなという数字にはなっております。エレキデイのエリックと比較してみましょう。タックル、まずドリッコレのシュートキラーが一番上に来て、まあ、その次に OMF キラー 15% が乗った時、読み勝ちが乗った時という感じで続いてます。まあ、周年代表と比べて、まあ、ちょっとだけ下という感じですね。ブロック見ていきましょう。ブロックに関しても、ドリッコレが一番上に来てて、その次に OMF キラーが来ているという感じです。パスカット見ていきましょう。パスカット、ドリッコレが一番高くて、まあ、ただシュートキラーというところですね。その次に読み勝ち55、そして OMF キラーという感じです。まあ、周年代表のところと比べて、まあ、パスカットはまあ当然かなり高いというところですけど、まあ、頭越されたりとかっていうのはあるんで、まあ、マッチアップした時のまあ強さという感じにはなりますね。まあ、サポートとか、まあ、絆とか、まあ、この辺をもろもろ加味して、まあ、どっちが使いやすいかという感じですかね。まあ、ドイツバフ盛りっていう意味だと、まあ、今回の潜在っていうのでもいいのかもしれないですけども、まあ、使いやすさ的には、まあ、まだ前の周年代表の方がデバフガードとかもあってバランスもいいのかなというふうには若干思いましたけれども、はい、デッキに合わせて検討いただければなと思います。はい、というところで今回5キャラの新潜在選手調整、まあ、見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、サンターナ翼というところに関しては、まあ、初段だけなんですけれども非常に高いステータスなんじゃないかなというふうには思いました。まあ、で基本的には渾身キャラっていうのは強い傾向にありますので、まあ、サンターナナトレザとかもそうだと思うんですけど、渾身初段だけまあ、かなり高いというところで、まあ、非常に使えるキャラだったかなと思います。その辺のシュート値も超えてきているというところがありますので、まあ、地上シュートでしっかり打つことができたりすればですね、まあ、非常に強いんじゃないかなと思います。まあ、翼くんに関してはアルティメット積んだりとか、まあ、そういうところもできるので、まあ、低浮きでも地上で打つのと同じぐらいの、まあ、シュート値は一応出せるという感じになっておりました。まあ、あとは技移植ができるかどうかというところがポイントになるのかなと思われます。いつもご視聴ありがとうございます。少しでもお役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。